間っていうのが優先しました、かなりね。期間と面白さかな、面白さと当然その値段ですよね、誰でも買えると。 VCO1 と2を自重にかけていくと、ここでここでうなってないの、これ辺でうなれてます。その辺のでこうこうこれがあるんですよ。これを制作するにあたって一番、気にとがめたのは、とにかく当時の MS20 の音を、これを2台、昔のオリジナルとこれを並べて演奏してもどっちがわからないくらいにしよう。ただ部品が新しいんでちょっとフィルターを絞らないと同じ音にならないんですけども、このローパスをちょっと抑えめにハイをカットしてやると全く同じ音が出ます。で、これはアナログ、完全で純粋なアナログシンセを目指してるんで、ただ鍵盤だけは当時の鍵盤が手に入りませんので、これだけはデジタル制御してます。で、鍵盤以外はできるだけ CPU 制御やめようと、もうアナログに徹しようということで、これは音源、あとコントロール、それ関係全部アナログでやってます。ですから、あの、下手な、例えばエンベロープジェネレーターとか普通は今はデジタルでやっちゃうんですけども、それも全部アナログで、 LFO から全部アナログでやってます。で、このパッチの入出力も当時の MS20 と互換性全くあります。で、この電圧も全く同じにしてあります、出力電圧。ですから、その辺のパッチ関係の資料がある人にとっては全くそのパッチが使えますので面白いと思います。で、その年に、あの、大卒の新卒で入ったのが僕なんです。昔は開発と言わないで技術部っていう一つになってて、そこへ配属されて、うん、いきなりですよ。とにかく期間っていうのを優先しました、かなりね。期間と面白さかな、面白さと当然その値段ですよね、誰でも買えると。だから珍しくね、まあ、当時は全般的に今の開発より早かったけれどもね、誰かが終わるのを待ってるっていう時代じゃないんで、ああ、だからこれね、流れ作業じゃないんで、もう平行に一人、ほとんど一機種二人ぐらいかもしれない。機構と電子多分ね、これで、20でしょ、が 10でしょ、それからボコーダーとシーケンサーと MS50 とかね、 MS50 ちょっと後です。あ、後だっけ、あれは、あの、チューナーの、あの、GT6、 うん、それと、そうだね、大体半年で、まあ最初から狙ってたんだよね、半年で生産までやっちゃう、っちゃうっていうのが前提の回路があったからね、あの、PS の3点シリーズ、はい、あの回路が宮田さん設計されてるんで、そのまんま使ってるんですよ。そのまんまでもないんですけど、そこから落とし込んでるんです。だから基本的な回路は全部できてて、うん、暗闇でも見えるとかね、目がこうってダメになっても、全部か触るとすぐ分かるらしいけどね。形なんですけどね、形はね、これはまあちょっと縦型で、そのパッチっていうと、まあ寝てるよりも立ってる方がちょっと面白そうだっていうのがあったけれどもね、うん、でも形状はね、板金屋さんが大体決めたんかな。これ寸法なんかはね、その板金屋さんの言う通りにとって作ったんですよ。出たいこれは誰がしたって言ってないんだよね。このパネルがあった時、宮野さんそうそう、俺がこれが俺が決めた。そうなんだよね。だからデザイン屋がいなかったんです。いなかったっていうか、とにかくあんまりいろんな部署っていうかね、まあ、いろんな人もそんなにいなかったけど、社員もやりすぎるとやっぱり迷いが生じたりね、はい、2人だと意見のね、あれもね、相違もあるでしょうし、やっぱりちょっとこれもっとでっかい作品があってもね、これ今2号だって、確か20でこうやったんだけれども、もっとグワーっていうのが欲しかったな。これ見えても、そうそう、そうそう。
これね、あの実は試作ですね、これよりも10年近く前、1969年とか70年頃、試作品作ったの、オルガンみたいなの作ったんですよ、はい、で、その時はね、ハイパスフィルターとローパスフィルターの両方もレゾナンスがあって、トラベラーですね。うん、はい、だからハイパスっていうのでね、かなりね、声、ホルマンと、2つのホルマンとがあって、はい、大体声っていうのはね、3つぐらい、まあ、あるといいんだけれども、2つぐらいでも大体ね、母音は合成できるんだよね。はい、うん、だからそれを適当にこうやって動かすと、位置にやると、ああいうぐらいは簡単に言えるわけ。はい、うん、それはそういうのはかなり意識ありましたね。なるほど。だからシンセサイザーっていうのは、人の声っぽいものが合成できなければっていうところで。かなり後いる気がする。うん、今、質問されて思い出したんだけれどもね、はい、うん、最初からありました、ハイパスっていうのは。VCF の、前期型と後期型ってあるんですよ。その見分け方なんですよ。一般的にウェブで言ってるここにネジがついてる。それが後期型って言われてるんですけど、はい、実は違うんです。ネジのついたやつでも、前期型が混じってるんですよ、1年間。VCF の、コルグ35のタイプと1360もの、うんうんうん、ネジが切り替えのタイミングじゃないんですよ。でそのネジつけた1年後ですかね、にフィルターが変わる、を変える。本生産から2年後ですね、うん、後期型のフィルターで。そうでしょ。これは前期型、評判のいい前期型を採用しました。これは三枝回、三枝 VCF っていう回路ですね。もう前期型なのに新品の音がする。新品の音がする。もう30年経つとちょっと古めの音がある。それがアナログのいいと思います。この中でね、要素技術としてさ、確かにちょっと PS から引っ張ってきたのもあるけどね、一発でやっちゃったのかなり見えますよ。思い切って実験もしないでね、つけたら、子供たちが、子供たちっていうか、その時も子供だったけども、若い人が喜ぶんじゃないかなと、はい、自分で喜ぶのは多分、喜ぶんじゃないかなと。例えばね、リングモジュレーターなんていうのは、うん、あれ真面目に作ったらかなり大変なんですよね。はい、本当に作ったら。で、その当時ね、売ってた値段がですね、かなり、前衛でもないかな、少し先ほど言ったことをやってる音楽家なんかが買ってたんですけどね、それは他のモジュールで100万円ぐらいしたんですよ、うん、モジュールで新しい音を作るのはリングジェッターの歌詞っていうのはものすごく渡り一つってあったんだよね、はいはい、新しい音って確かにあれはね、音階がデタラメになるし使いにくいんだけれども、面白さっていう面じゃね。そうですね、こういうのはどうしたんだっけ、このシグナルプロセッサーっていうか、それは、うちは正直、これを作ってから商品化したんだっけ、911が。あ、911この後です。この後なんだ。これのピッチの誤動作をなくしたのが911。あ、そうか、これはそこまでやってない。そこでやってない。まあ、こんなにいっぱい仕様があるんだから、あんまり厳密なことは言われないんじゃないかなっていう気持ちはあったから、テクニックこれやると面白そうだから。そこ、僕はかなりギターを突っ込んで実験したんですよ。ギターで、シンセ動かしたいって僕はやりたかったんで、うん、僕はもう。だから昔、コルグ35っていう IC を、ミエさんが設計して、で、外の IC 会社に作ってもらって、それを、これを使ってるんですけども、その中身をそのまんまこっちに使ってる。ああ。バラして。今手に入る部品で、うん、これの波形は徹底的な波形見ました。それをなるべくはもう波形見て分かるんで、もう極力近づきましたね。つまみの可変のこのカーブフィーリングですね、カーブとかフィーリングとか、はい、それはこっちに合わせました。あ、オシレーター三角形が全然汚いんですけど、汚いっていうか、MS の音ですね。これはメーダーの設計なんで、で、それこれ採用してますんで、そのまま使ってます。うん、全く同じ回路。ですから、上、この場合下が
上がこういって下がこう丸くなるんですよね。純粋に綺麗な三角形じゃないんですよ。それがかえって複雑な倍音出してくれて、三角形の倍音じゃないんですよ実は。そうそうそう。でもこのノコギリ派は綺麗なわけですよ。ノコギリ綺麗なね。で、クケン派なんですけども、デジタルでクケン派作るとぴったりあのデューティー比っていう50-50にするんです、はい、そうするとあの測定器の倍音成分しか出てこないんですよ、奇数倍音しか。でこれはアナログ回路なんで、これゼロにこの PW できるんですけども、ゼロにしてもあの倍音成分がこれ区形派の倍音成分じゃないんですよ。ゼロでも偶数字倍音が出てくるんですよこの区形。これちょっとデューティーがずれてるんで、その辺がまた良かった。あ、レガシーコレクションのあのありましたね、コントローラーね、はい、あれをの筐体を利用して僕が中身本物入れちゃったんですよね。そういう施策が上にあるんです、手作りのやつ。それがプロトタイプですよ、ね、それからもう生産用にちゃんと基盤を起こして、まさかね、ね、何十年も前のがね、何年生まれ変わってこうなるとかね、思ったことなかったですけどね、納得の仕上がりでしょうか。ずいぶん真面目に 作ったらもっとめっちゃも作るかなと思ったから中身の部品はちゃんと信頼性あるものを使ってるんで、うん、ボリュームとかいろんなものありますよね。ほとんど日本製の部品です。そういうことで、西島君がまあね、にとっちゃあれでね、初めてのあれでもあるしね。初めてのあれでもあるし、もう35年経ったんで、またやるとは夢にも思ってなかったよね。なんか、MS20 に関してはいろいろありますね。心は多分ね、一番よく知ってるんじゃないかなと思うんで。心こもってますしかしね、まあ、また再現すると思わなかったよね。そうだね、うん、新品の音ですから、おニューの音が出ますからまだ部品が新しい。この重さどうかな。これは何分でしたこれずっと軽いですよただトランス入ってないですもん。あー、そうそうそう。これは AC アダプターでスイッチング電源使ってるんで、スイッチング電源使って 9V の AC アダプターなんですけれども、中の電圧は全くこれと同じプラスマイナスで 15V で動いてます。小圧してるんです。小圧してます。DC コンバーターで小圧してます。プラスも作ってマイナスも作って、今電圧低いのが当たり前になってるんですけど、これアナログが命ですよね。やっぱりオペアンプっていうのはアナログに使う素子があるんですけども、それはほとんどプラマイ 15V で特性が取れてるんですよ。そういった石を使ってるんで、どうしてもそこは守りたかった。で、さらに電圧下げたりするといろんなところを変更しないといけないんですよ。そうすると音も変わっちゃうんで、なるべく当時のまま。それにはこだわりました。最初言われましたよ。今時プラスマイナス 15V でやるんですか。当たり前じゃないってそれが一番いい音が出る。この太い音が好きなんですよね。ブリブリの音が、この裏のところがいいですよね。微妙なディチューン。
これはもう抜け取りません。パスとローパスのつまみを2ついっぺんに動かしてこれができるから、ね、すごいですね。やっぱりいいね、滑らかな変わりが